はい、こんにちは。ブラックスクワット、チームデスマッチです。で、ついにね、来ましたね。まあ、さらっとね、何の予告もなく、まあ、予告はあったのかもしれないけど、HK416A5 がね、追加されたんで、早速買って、プレイしてます。で、まあ、なんだ、HNK416 ってなってんだけど、まあ、HK だよね。で、ハンゲーム版の時には、これのなんか、ポイズンっていうね、青いスキンのね、武器を使ってメイン、まあ、AR メインにしていたわけですけども。まあ、スチーム版のブラックスクワットにようやく実装されたんでね、早速使っていきたいと思います。で、撃った感じね、フルオート途中からリティクルのかなり上の方にね、集団するような感じになってます。まあ、ハンゲーム版と挙動はそこまで変わんないかな。まあ、ちょっと変わるような気もするんだけどね。で、集団率は結構いいんでね、リコイルの制御の仕方さえ覚えてしまえば、結構強いんじゃないかっていう感じがするんですけどもね。まあ、最近私が使う銃がね、結構素直な挙動の銃ばっかり使ってる。MDR とかね、M4 とか、CZ805 とかね、レティクル通りに飛んでくんでね、ちょっとそれに慣れてしまったせいもあって、おっと目の前に敵がいる、後ろから撃つが、届かない。慣れが必要なんでね、ちょっと初回、グダグダになってるんですけども、なんとかね、それなりの動画になるように頑張っていくんで、今日は頭抜いていく。中にいるんで、後ろから突っ込んで、背中を打っていく。はいはい、ちょっと。まあ、2、3発撃つ分にはね、まあ、他の銃とあまり変わんないかな。M4 とかと使用感は変わんないんだけど、まあ、やっぱね、4発目以降でね、4発目以降の制御にかなり差があるんでね、結構下に倒していくような感じで、撃っていくか。ただ、連射は早いのかな、ちょっとこの銃は。おっと、危ない。手前、奥、奥。ハンドガンの方がいいか。ハンドガンに切り替えて撃つけど、味方のアシストかな。しばらくね、この銃、癖が強いんで、この銃だけを使ってね、慣れていこうと思います。現在これ、1戦目。まあ、やっぱ、ハンゲーム版と違ってね、スチーム版の銃は、最初からアタッチメントがついてるんでいいですね。ハンゲーム版で確かこれ買った時ってね、イオテックついてなかったんで、あの上のサイトね、ホロサイトがついてなかったんで、全部アイアンサイトで頑張ってた記憶があるんでね、ポイズン当てるまで。だけどやっぱ、スチーム版は最初からついてるんで、こう、2人3人と投げ倒していく。サライフ12で、おっと一発撃ったけど、さあ、覗いて撃っていく。イオテックで。うん、まあちょっと今使ってみた感じだと、初弾とか2、3発目までは全然強いっすね。結構使えると思いますよ。まあ M4、MDR、CZ と比べてどうか、結構雰囲気の違う銃なんでね。あれかな、 EF なんとかとちょっと似てるかな。EF88 だっけ、あのブルマップタイプのやつ、あれっぽい気がするな。さあ今の結構なヘッドショット率だぞ。3分の2終わって94対90で結構いい勝負している。さあ得意の中を取ってと思ったけど結構いるんでね、左、薄い左を攻めていきましょう。さあおっとクリスにやられてしまう。まあ、ハーバー、このマップはスピードが命なんでね。突っ込んで、早めにスコアを取っていきたい。おっと見えなかった。あ、箱の裏。俺はもう突っ込んだ方がいいかな。一人、頭抜いて、もう一人。おっと、ここいけない。ここは2、3人抜きたかったところだ。さあマップを見て薄めの左から攻めていく。さあ中入って、おっとたくさんいるぞ。ヘリロード、わあマジか、スナイパーか。 AXMC って知らない銃だ。あ、中と上もちょっと薄いな。上登ってっか。おっとどこだフ
押されてるね。さあ上乗ってジャンプして降りていく。はい、頭抜いてもう一人なんとか。ちょっとぐちゃぐちゃだけど、さあ上乗ってくやつ倒して、お前のやつ後ろから後ろから狙っていく。左ダメか。さあ残り9人、1人2人やりたいが、左だな、やっぱり左が薄いんだよな毎回。さあ左突っ込んでいく。さあ奥にいる敵1人やって、もう1人、よし、なんとか倒すで150キル勝ち。 HK416 まあまあ使いやすいかな。まあちょっとね、しばらく使ってみます。もうちょっと使ってから判断しましょう。まだ1回目なんでね。